戦は満々でしたね。序盤からやっぱり相手にペース逃げ出せない、軽くやってるように見えるんだけど、はい、っていう感じなんですよ ね, ですね。見た感じ見た目も悪くないです、まあ、3団体、4団体と絶対一つの試合があるので、この感じは1回こう残すと。はい、竹内始まりました、はいはい、今日はね、素敵なゲストに来てもらいました、素敵なゲスト、はい、はい、本当はね、あの家に行ってちょっとね、お祝いの お祝いに駆けつけようかなと思ったら、はい、家はやめてくれって言って、どんな家住んでるのか見てみたかった、そういう人に言いたかったね。ただね、俺ね、あの、はい、ちょっと今日、実はゲスト、ケンシロウ選手なんだけど、はい、ケンシロウ選手、はい、京口くんだったわけ、はい、俺、両方コラボやってんじゃん、ね、どっちが有利かってね、はい、言わされるわけよ。俺も、はい、はもう言いたくないんだけど、はい、どうかな。まあケンシロウくんが多分ね、実力的にも上と思ったんだけど、うん、なぜか俺は京内くんの方が有利じゃないの。ちょっとね。京内くんね、はい、あれだよ、海外でも試合何試合もクリアして、はい、してるじゃん。はいはいはい、でね、ちょっとケンシロウくんはね、ちょっと一回不祥事起こして。負けて、また取り戻して、はい、ってるから、どっちかなと思ったけど、やっぱり健人君がね、実際にはもう圧勝でしたね。まあね、あとはね、本人が来ていろいろ聞きたいと思いますので、はい、待ちましょう。おはようございます。おめでとう。よろしくお願いします。おめでとう。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のゲスト、ケンシロウ選手です。はい、ケンシロウ選手。よろしくお願いします。先日ね、京口くんとの激闘を制して、ね、統一王座、はい、WBA と WBC か、のチャンピオンになりました。はい、すごいことですよね、もうこれは。すごいっていうのが、圧勝だったんだよね。はいはい、それがまあね、俺はすごいなと思って。実際ね、いろんな人から聞かれて、はい、あとぶっちゃけチャンネルの方でも、はい、どっちが勝つんだって言われて、はい、なぜか俺は京口って。でも、まあ、全体的にも京口選手の方が多分多かったっすね。オッズはそうだね、まあ、やっぱ海外の試合結構クリアしてるからね、それ大きいんですか ね, ね。試合前どうだったの実際に。自信は満々でしたね。アマチュア時代から3勝1敗。3勝1敗か、はい、で実際に手を合わせてどうでした。でも本当に結構練習通りにいったっていうか、例えばどういう作戦、しっかりジャンプを当てて、あとの序盤からやっぱり相手にペース逃げらせないっていうか、まあ、1ラウンドからそうやってね、はい、自分からしっかりいくって感じで、うん、あと手数も練習からめちゃめちゃ多くて、はいはいはい、最初はこれで体力持つんかなみたいな、そのぐらいはペースアップでいったんだ。はい、京口はあの初めからこう亀戦法だった、はい、それしてもまあガード目からどんどん打っていって、あ結構当たった感じだった、はい、当たる距離の時はどんどん手出していいよみたいな感じで、はいはい、変に待たなくていいよって言われて、来たことある、はい、いやもう初っ端からジャブを打たせてたんで、あんだけガード硬い選手に対してジャブを打ち込める勇気ってすごいなと思って、その時どういう心境だったんですか。外と内とか仕掛けて、前重心の選手って外叩くとブレるんですよね、ちょっと、でも京口選手やっぱりブレにくかったですけど、いつもよりね、京口くんもう本当にガード硬くて、どうやって崩していくのかな、このまま行って逆にスタミナがなくなったとこを京口くんが反撃に出る作戦なのかなと思ったら、ね、反撃に出る間もなく、まあ倒して終わっちゃったなって感じなんだけどね。あのハイペースってついてきたら持たないと思うんですよ。あ、まあ、練習をしてない。あ、前クラブした時に結構スパーリングやってたじゃないですか、はい、ケンシロウ選手 の, このパンチの質ってなんかすごい僕は、うん、こっからこう加速してくるっていうイメージがあって、重いパンチか、はい、あれ見たらよく絶対勝つだろうなってケンシロウ君と思ってなんかね、あのケンシロウの場合はさ、こう軽くやってるように見えるんだけど、はい、強いパンチなんですよ ね, ですね、向きになっていってないけど強いパンチなんですよ。パンチなさそうって言われますもんね、うん、でもスパーリングした人とかにはめちゃあるって言われる、俺も見た感じ大したことない見た目も悪くないスパーリングの時だよ、なんでこれで効いてんのかなと思うんだけど、重いんだろうね、やっぱダンダン、見た目もね、こんな優しそうな顔してんじゃん、だからちょっと油断させれる分は美味しいと思ってます、うん
合見てさ、岩田君勝ったと思ったんだけどさ。あ、でもポイントは取られてるんじゃないか。会場で見たらそうだった。ずっとは見れなかった。うん、あ、うまいことさばかれてる。あ、そうなんだ。どうだった。はい、ゴンザレスさん、ゴンザレスと岩田くん見てなかったです目で見に行ったの。さすがファンだね。いや、嬉しいです。それはありがたいです。一番嬉しいよね、自分の試合だけ見てくれるっていうのはね。はい、ああいうし連打をした後ってやっぱ1分間で回復しきれないですか。まあ、完全には戻んないですよね。あとなんかちょっとメンタル的にも、まあ、しんどいっていう気持ちがあるから あんまりなんか良くないですよね。そうあれ自分で疲れたってなったら本当ダメだよね、うん、なんかね、ね、それも経験できました。本当気持ちなんだってボクシングって。練習してる場合だよ、場合は気持ちでおーし、また全然いけるってなったら余裕でいけるんだけど、気持ち的にあー疲れた、次のラウンドどうしようかな、ね、なんか1分嫌だよ、もうちょっと休憩したいなって。そうなるな。であとね、心理戦なんだよね、お互いの駆け引き ね、ここで俺が行ったらこいつがひるむとかさ、うんうん、だからロードワークとかも俺はだよ、一緒に何人か出しって、はい、闘争形式出しった方が絶対身につくと思うんだ。絶対そうです ね、絶対こいつ負けないぞってからね、こう駆け引き始まるわけ、はい、その中でやっぱり身につくものがあるからね。お父さんめちゃめちゃ喜んだですよ。喜んでました ね。でもあんまりそういうの喋ったりはしないです。あ、そうなの、うん、あんまりそういう会話もないんだ。あんまボクシングの会話あんましないですね。俺、京口くんがこのスタイルじゃなくてもっと普通にこうジャブついて足使ってやったらもっと違う展開になったなと思うんだけど、あ、俺はなんで、ね、ああいう戦いにしたのかな、やっぱ強打が怖いからやったのかなとか。そうなんですかね、うん、まあとりあえずね、2団体で3団体目指してもらって、で最後井上尚弥に続く、まあ、井上くん次4団体取ると思うんだけど、2人目の4団体、ね、もしくはまあ防衛記録よりもね、うん、4団体だよね、4団体、うん、それを目指してください。はい、はい、でね、今度ね、しゅんくんがね、もうすぐ試合なんだ。今月はそうです。お前ね、プロテスト受けるって言って、はい、もうおっさんなんだけど。いや、今年34です。あんまあ、まあ、ギリギリ。ちょっとね、あの会見違うけど、ちょっと教えてあげてよ。はい、教えれるか分かんない。練習見てあげて、練習見てあげて。了解です。じゃあ最後に一言、はい、今回の試合応援ありがとうございました。まあ3団体、4団体と絶対取る自信があるので、うん、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。はい、お願いします。井上尚弥に次ぐ4団体が狙いの2人だけなんで、今のところ、うん、みんな応援してください。はい、はい、じゃあ練習やりましょう。はい、お願いします。お願いします。2倍割れてる。そうなんですよね。はい、でも、まあ、体重効かなかったですよ。昔そうでしたね。シュンくんひどいよ。そんなんですか。で結構足効かんすから、ね、足効かんすから、ね、はい、でも棒だけだからさ、はい、ね、2倍良くない。直しました。多分大丈夫か。はい、それじゃあ、それじゃあ、ボディを変えるとね、こう
上に引かすんだったら、はい、ペアとベッドとまた違うんですけど、うん、今やっぱもしもし系のボクシングは、はい、足掴んだらもうちょっと足早く動かした方がいいかも。でも足だったら疲れるんだよね。だからそんな練習しとかんのできないですよ、ね、そうですね。本当だから、まあ、このリズムだけでも違う。足首が硬いんだよ、足首確かに、だから柔らかいっすよ。俺柔らかいよ、確かに柔らかい。ジャンプしてるよ、ジャンプしてる。ほら、どんどん言うじゃん。あ、苦しいのに、はい、そうそうそう、そうですか、こういうのを常に、はい、待って、はい、じゃあ、はい、じゃあ、いいっすね、軽くなった。じゃあ、じゃあ、じゃあ、全然違う。いいっすね、どうですか、全然違う。頑張りました。軽くなった。あ、よかった。あとは体力を少し気をつけて、はい、ボディを使うときは少し思ったより突き出しで残ったんです。はい、一個思ったのは、はい、マンツーの時足こっちに行きがちです。あ、ごめんなさい、真っ直ぐ。だからバランスがちょっと悪くなる。はい、ここしっかり地面を掴んでた方がいいですよね。シグの場合はこうなってるわけ。はいはい、バランスが悪い。気持ちをオープンにすればしっかりと止めまで行ったら気に使うけど、はい、こんぐらいで。そうですね、足使って逃げる分にはいいよ、これ、はいはいはい、いいけど、右打つときは当たんない、はい、ってことです。わかりました、勉強になります。ありがとうございます。次の試合はじゃあボディで決めるかもしれない。わー、楽しみやな、はい、11月30日試合なんで、はい、はい、エチオ君に今日はボディを教わったんで勝ってます。それぐらいにいけますよ、はい、なので応援よろしくお願いします。はい、ね、高評価コメント、はい、よろしくお願いします。